本勝負であります。まず青コーナーの選手から紹介されています。吉田真理子に続いて IWA そしてオールパシフィック2冠を保持している井上貴子。赤コーナー5分後175番、渡辺智子。今年は中心選手として大きく成長が期待されている渡辺智子。世界シングルチャンピオン185パウンド、井上京。そして2010年ようやく赤いチャンピオンベルトを越しに巻くことができました、井上京子であります。まあ、なんといっても全日本女子プロレスの場合は宮本さん、やはり作戦というのが一つの華やかなファンたちを、ね、魅了する花ですもんね。そうですね、もうあのシングルとはまた違ったいろんなバリエーションが見られますからね、はい、特に今日今リング上に登場している4人の選手たちはもうそれぞれ個性がありますしキャリア十分ですね。そうですね、この辺り大いに期待したいと思います。まあ、あの井上と渡辺を指定コンビとすれば井上貴子と吉田真理子というのはやはりあの同級生コンビというか同期コンビですよね。同期生ですね、はい、だからまあ京子と合わせて、そうですね、そうですね、3年組ですね。3人揃ったわけですよね、やっぱりまあ63年組の時代がやってきたのかなっていう気がしますね。そうですね、今ちょうど放送席の前いかにも痛そうな顔をいたしまして渡辺智子選手場外に落ちている。さあいきなり三角飛びを出ました。いきなり吉田真理子華麗に飛んでいます。さあ場外戦が展開されている。いやーこの作戦は大変なことになりそうであります。超満員不審な状態の後楽園ホールであります。場外戦はちょっとお客さんにとっては大変であります。おつけんさん、はい、ね、ちょっと今私ビビってます、まあ、そう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 、いや、選手たちがね今目の前でシングル戦じゃありませんのでね、あーっとっとっと渋谷さん大丈夫か、放送席の前だ、あーっと渡辺もやられている。今日は吉田真理子大活躍であります。見えを切っている感じ、正月早々吉田真理子。なるほど、渋谷さん大丈夫だったね、え気をつけてくださいよ、はい、いや放送席にもね心配したあのファンの皆さんからね大きな声が飛んで、まあ、場外戦というのも女子プロレス、まあ、勝つことはできないんですけども、しかしまあできたら4人の選手なるべく早くリングの中に入ってもらって、ね、私も怯え切ったもうカメラで抜かれてしまいました。怯え切らないでくださいよ、はい、ブル中野さんみたいなんですから、はい、今日は大津健二さん、
そして渋谷琴乃さんお二人を、まあ今年初めてのゲストとしてこの後楽園ホールリングサイドにお迎えしております。さあ塩野さん、はいはい、吉田麻里子がね、今大見え切りましたけれども、ね、やっぱりね去年までちょっとこのダブルイの上に同期としては水をあけられたようなね、あそうか、気がしてたんですよ、うん、で今年はっていうその意気込みだったんじゃないかなと思って、ね、なるほどね、試合前にもそんなコメントがありました。はい、首を痛めてね吉田麻里子としては本当に辛いシーズンがありました。しかし1988年組ということですから、今年この吉田麻里子、井上貴子、井上京子は10年目を迎えるわけであります。しかも3人はですね、いずれも1988年の10月10日体育の日にこの後楽園ホールでデビューしてるんですよね。さあ早くも満員のファンを京子ペースに引っ込んでいました。それでね、まあ、井上京子としてはファンと一緒に楽しめるんですよ。さあ思わず悲鳴を上げました吉田麻里子でやります。まず京子パフォーマンスが出ました。この人はこういった意味でやはりお客様とか場内を自分のペースに巻き込んでいくっていうのが実に宮本さん上手い選手ですよね。そうですね、そういう雰囲気を持った人ですね、はい、大津健二さんなんかね、まあ、前場はあまり見てないとこういったお話なんですけども、はい、井上京子なんか今赤い 3AA のチャンピオンベルトを巻いてましたね、いわば頂点に君臨している選手なんですよ、キャラクターもいいでしょ、ラテン的な明るい印象がありますよね。いいとこですよ、ラテン的でしょ、この人の、ね、ムードはまさにラテン的なんですよ、明るくって強くてしかも力があるっていう選手なんですよ。トルティアとか食べてるんですかね、はい。そしてその妹分というのがこの渡辺智子選手であります。渡辺智子選手ももうそろそろやはり全場を代表する選手の仲間入りをしたと、こういうふうに見ても宮本さんいいでしょうか。そうですね、最近の成績を見ても立派に一戦級の中に入ってきたんじゃないですか。そうでしょうね、特に井上京子とはやはり波長が合うっていうんでしょうか、同じ何系ってことになりますと、やはりこの人もラテン系でしょ。そうですね、系列系いけば、極門と、そうそうやってくるんでしょうけど ね、ブルー中野をね、地と仰いでたんですよ、そして井上京子、姉貴分としてね、大変尊敬している、そういった選手であります。どちらかというと、このヒール路線なんですけども、しかし憎めないと言いますか、明るいキャラクターですからね。さあ、それとは対照的に、やはり井上貴子登場してまいりました。この人はどういう大月さん印象ですか。いや僕はとりあえず綺麗な方だなと思っていたんですが、戦うファイトスタイルなんか見ると非常にヒール的っていうんですか、ね、もうこう見ててこにくらしいこの野郎っていうところがありますよね。いいとこ見てますね。大月さん好みの情報としてはね、サンボも非常に研究してるんですよ。あそうでもビクトル投げだとかね、そういうのも出しますね。なるほどね、はい、注目していただきたいと思います。この人もなかなか多彩な技を持っている選手であります。リリーティーを見せました。そして上からカウントを取りに行きました井上貴子であります。とにかく貴子が今2冠でしょ、京子が 3AA の頂点でしょ、はい、京子としてはやはり貴子の2冠というのも自分のこう視界に入れてるっていうか、いずれ取ってやろうと、はい、ね、トヨタからチャンピオンベルトを取ったところですね、はい、強いやつは一人でいいだろうと、そういうわけで、とりあえずベルト統一ロードといいますか、世界のベルトいろいろありますけども、はいはい、各団体いろいろありますけども、とりあえずベルトを統一してやろうと、ね、まず前場の中からだと、はいはい、そういう意味の三冠統一戦がね、そうですね、実現するわけです、はい、今年はこの大会がいつ頃開催されるのか大きな焦点になっています。おっと貴子そして京子の対戦であります。おっとこれもなだらしの DDT であります。強烈。さあそしてどうするんでしょうか。さあ水天井にも持っていこうというんでしょうか。井上京子ならでは力があります。男性的な技もね難なくこなしております井上京子であります。
渋谷さんはもうね、選手たちと個人的にも親しい仲なんですけども、はい、京子、高子ってのはどういうふうにご覧になってますか。ゆず子さんは私にとってすごいお姉さんみたいな感じなんですよ。お姉さん、ほうほう、すごいいろいろ世話もしていただいて。なるほどね、うん、面倒見いいの。そうですね、いい、あの弟さんしかいらっしゃらないんで、はははは、あの私のこと妹みたいに可愛がってくれて、はい、京子さんは本当にプライベートでお会いしてもすごく楽しくて、ね、大好きです。明るいですよね。まああの京子、高子、やはり今伝承を伝えている人気選手の2人であります。今日はコンビを組むんじゃなくて青コーナー、赤コーナーに分かれての対決ということになりました。さあ、次戦場です。これだって随分力がいります。ロメロスペシャルって言ってましたよね。そうですね、ロメロスペシャルか、まだその変形まで持ってきましたけど、ね、はい、髪の毛を掴んで、さあ京子、体勢は今度は逆転か。高子、さあ後ろに落としました。バックトロックでしょうかね。そうなんですかね、ちょっと変形ですかね。ああ、そして顔面に強烈なキックを入れました。高子でやります。この人確かにあのオスケンさんが言うように顔には似合わずね、やることはなかなかえげつない。ある試合でね、はい、あの京子さんが泣きながらね、ずっとやってるのを見たことある。なるほどね。さあ今度は渡辺智子と手参りました。今日は赤コーナーも強烈な正コンビであります。高子負けてはいません。少なくとももう体格では負けちゃいませんもんね、この人。全体重を今預けている感じになってまいりました渡辺智子であります。張り切り娘、独特すごいですね。パッと見るとこう朝霞あたりにいるあのお相撲さんかなという感じがするんですが、あの技はね、鈍重じゃなくて実に切れるんですよ。ですからこの人の技はなんとなく怖いと言いますか、ハッとさせられるものがあります。さあ今度は地味な技に出てまいりました。足を攻めています。決めようあげました。高子、高子さん爆弾抱えてる足じゃないですか。今、あ、そう、はい、うん、痛い。あーね、うん、いやこれはたまりませんよね。右の足も相当痛そうですしね。まあ大体でもプロレスというか女子プロレスの場合は相手のウィークポイント、ここをもう攻めて攻めて攻めまくりますから、あの右膝はねもうずっと長い間患ってるわけですけどもね、あの完全に治すためには長期離脱を強いられるんだそうです。なるほど。ですからそのあたり本人悩んでるところなんだけれども、とりあえずだましだましやっているという状況みたいです。はい、あーっとこれは最高です。鮮やか、いやー息が合ってました。渡辺智子、そして井上京子、見事はーっというため息、超満員の後楽園ホール、場内から流れていきます。さあ今度はどういくんでしょうか。踏み込んで、さあなだれ式です。あれも後ろに投げ飛ばしています。落差があります。ハッとするような大技が瞬時に出てまいります。今日のメインイベントです。全女パーフェクションタッグと名打ちで行われていきます。メインイベント、さあ今度は華麗に飛んでいる吉田真理子、この人の三角組の提供があります。実にうまくロープを利用いたします。この吉田選手は経歴でいうとテクニシャン系とかもう完全にそうですよね。なるほど。この人はもう本当にあのロープを利用して軽渡しのような動きでね、相手をやっつけるんですけども、ちょっとあの首を痛めたりしましたね、ブランクがあったんですよ。しかしまあ吉田真理子だってこれからですよね。宮本さん、多く成長してもらいたいですよね。今ようやく、まあ、あの本来取り戻したかなというところですね。そうですね、はい、動きも発達してきましたしね、はい、まあ、どっかあの自分がやはりプロレスをやっていて不安というか怖さみたいなのがあったに違いないんですけども、 そうですね、それもようやく吹っ切れてね、はい、本来の調子に戻ってまいりました。吉田真理子でやります。人気はあります。人気は抜群です。さあ今度は強化、後ろに飛んで鮮やか、
そして今渡辺智子でやります。まずキック、そしてロープに飛ばす、踏み込んでいく、これです。何かお相撲さんみたいですね。なんかこう水島新司さんのドカベンとかに出てきてるんですね。これね、鮮やかなもんですよ。この人の良さそうで、この大技やるってところがいいですね。情けけ結構でも本人にはコンプレックスなんですかね。なんか人が良さそうに見えちゃうところっていうのはどうでしょうね。ナンバー2に甘じてしまうような。なるほど。しかしこの人はね、このところもう立て続けに大物を食ってますから、上位と言われている選手を随分食ってますからね、今年あたりはやはりね、ビッグ4の中に入ってくるんじゃないでしょうか。そういうことまた顔つきも変わってくるんですね。そうだと思いますよ。まだちょっと人がいいなという感じですもんね。おお、ただじゃっとさーっと入ってきました。カウントが入る、カウントはどうか。2点をさあ、髪の毛を掴んだ井上貴子、そして井上京子、何事が言い合っていきます。そして、おーっと京子出ていった、貴子をカット、カウントが入りました。これも2であります。新春恒例後楽園ホールから今年もスタートいたしました全日本女子プロレス。さあ、吉田、そして渡辺智子の対戦がついています。まあ、渡辺智子だってこの中では後輩とは言っても1年デビューが遅れてるだけなんですよね。3人が1988年昭和63年組、渡辺智子の方は1989年であります。昭和最後と平成の初めという、まあ、そういうことになりますね。ですから渡辺智子が平成元年ですよね。さあ、長い髪を上に上げて、高子が飛んでいますが、これは空振りに終わりました。そして今度は渡辺智子は反撃に移る。どうでしょうか。体は大きいんですけども、意外に変わり身が早いと言いますか、すばっこい動きを見せておりますのが渡辺智子であります。そして、高子、京子、激突。さあ、高子が今、トップロープに上がった。京子、振り込んでいった。さあ、これからどうなるのか。こういった技というのは本当にまさに火花を落ちらしている京子貴子。いや、もうなんかトップロープ上のゴジラ対キングコングって感じですよ。いや、本当にそうですよね。さあ、今度は貴子どうするか。キックアップ、トップアップ、これはうまくかわしました。そして京子、これも空振りだ。そしてさあ、どうなるか。バックを取った、これも後ろに行く。早いですね。山に乗っていきました。しかしこれもカウントは2であります。さあ、時間は15分を経過いたしました。他にアピールいたしました京子。ここで吉田が出てまいりました。邪魔者、こういった感じですね。そして左の足がきれいに伸びております。キックが入りました。さあ、井上京子場外に、そして渡辺智子も場外に落ちています。さあ、飛んでいくんでしょうか。おーっと、まあ、それも飛んでいった。またも場外戦であります。5月からこれですからね。ねえ、大変ですよ。360何日あるわけでしょ。そうなんですよ。いやいや、大変な1、去年ね、確か265試合やりましてね、今年はね、前女は300試合を開催すると、社長が宣言してます。その社長の宣言には誰もこれやっぱりそれはちょっといいんじゃないですかってことはいるんですか。選手もですね、いやーという気持ちはあるに違いあります。これを300ですか。こういう試合で300やると大変ですよ。本当に過激な毎日。1997年のまず頭部を飾ります。白熱の一戦が展開されている後楽園ホールであります。さあ、おお、収まるか。これで決まるかどうか。おお、うまい感じで決めに行きますが、カウントは2であります。カットに入りました渡辺智子。さあ、今度はどうなるんでしょうか。また吉田が決めに行く。おっと、ちょっと京子危ないぞ。お互いに決めに行っておりますが、カウント3を取れません。さあ、ボブヨカも大変です。吉田、今度はどうか。やばった、
線投げ飛ばした井上京子、そして今度はとどめを刺すことができるか、カウント、これもダメ、これもダメ、スリーが取れません。そしてもう1回、これは嫌からドライバーに出ましたけども、どうか、1回か、これは入りました。最後は殿下の好投を作るという感じでありますが、とにかく目を離せませんでした。4人の選手新春を飾る素晴らしい試合が展開されました。後楽園ホール現状パーフェクションタッグ、井上京子、渡辺智子組がまず新春第1戦を飾った試合でした。いやしかし宮本さん、はい、最後まで4人の選手よく動きましたね。本当そうですね、それでやっぱり最後は新チャンピオンのね、はい、まあ、京子がナイアガラでね、本当にあのチャンピオンとして初めての勝ち星を挙げたんですね。そうでしたね。そういえばあの井上京子は去年の12月8日両国国技館でトヨタマナミから赤いチャンピオンベルトを奪い取ったわけなんですけども、はい、この時はまた新しい技を使ってましたよね。そうですね、あれあのビクトリアなんとかって名前を付けるんだって言ってましたね。ビクトリアドライバーって名前がついたようですね。そうですよね、はい、さあ、それでは素晴らしい試合を展開いたしまして見事勝利を収めました井上京子、そして渡辺智子組、司会室の方でインタビューの用意ができたようであります。早速聞いてもらうことにいたしましょう。はい、早速ですねお二人がこちらに来てくださいました。おめでとうございます。やりましたね、やりました。規制タッグでいいところ出し切って、うん、新春早々演技がいいなっていう感じしますけど。そうですね、いやでもカツンと効きました。効いた。はい、相当後頭部ね連続で打ってましたからね。カツンと音しませんでした。いやゴーンって音がした。頭の中ではもう鏡餅が割れたような音がしたんですけど死ぬかと思いました。うまいね、うまいね。あすか、ね、お正月ということで。なるほどね、わけわかんない。はい、そして渡辺選手もねいいスタート切れたんじゃないですか。そうですね、うん、でも、うん、まあ、なんか自分の中で納得しちゃいましたけどもね、本当にいいスタートを切れました。おめでとうございました。そして井上京子選手はベルト統一の方も頑張ってください。頑張ります。はい、よろしくお願いします。